あのさんこんにちは、いずです。それでは今回なんですけども、キャッシュポイント3倍キャンペーン、3日間だけのポイントアップキャンペーンが開催、お得な組み合わせ方法なども解説ということで、ビザプリペイドカードのキャッシュが短い期間なんですけども、ポイント還元が上がるキャンペーンが開催されるということで、サクッとお伝えしていこうと思います。 ということで早速こちらキャッシュポイントリリース記念ポイント3倍3日間限定ということで期間はもう出てる通り10月の25日から10月の27日の3連休の間に開催がされるということになりますでちょっと下にも文字として出してるんですけどもキャンペーンの内容は対象期間中に3000円以上の決済をするとキャッシュポイントが通常の3倍になりますもちろんもらえるポイントについてですが決済時に貯まるポイントとは別に後日ボーナスポイントとして付与がされるということになっています で、こちら公式ページから引っ張ってきた画像なんですけども、リアルカードの場合は通常は1%還元なんですが、ボーナスポイントとして今回は2%が加わって、これで合計3%の還元。そしてバーチャルカードの場合は通常は0.5%還元のところ、ボーナスポイントが1%を加わって、合計で1.5%還元となります。 次に詳細情報ですね。まず対象の取引に関しては、リアルカードまたはバーチャルカードを利用した1回あたり3000以上の決済となります。で、この対象外取引は後ほどお伝えします。で、ボーナスポイント付与時期は、2019年の11月25日前後に付与予定となっています。で、あとは、ボーナスポイントの付与の方法とした1回にまとめてキャッシュポイントが付与されるということですね。 そして、このキャッシュポイントの還元対象外となる取引について、まあこれ実際どんなものがあるかということで、一部公式ページからですね、抜粋してきました。それがこちらなんですけども、まあざっと上から読んでいきます。キャッシュビザカードを登録したクイックペイ、あとは交通機関へのお支払いということで、定期券とか乗車券、切符、回数券、特急券などですね、あとはモバイルスイカアプリでの購入チャージ、あとは Google ペイ経由によるモバイルスイカアプリでの購入チャージなどなどということで、 ま、結構他にもあるので、これは気になる方はぜひですね、公式ページチェックしてみてください。ちなみに、現在行われているキャッシュレス消費者還元事業とも組み合わせれば、最大で8%還元まで受けることができます。なので、リアルカードの場合は、キャッシュレス消費者還元の2%のお店だと5%還元。そして、キャッシュレス消費者還元の5%のお店だと8、8%まで還元されるということになりますね。一応、消費者還元の上限額というのもありまして、1ヶ月あたりの付与上限というのは5万円相当までのポイント。ただし、現在、キャッシュの のですね。あのビザカードのリアルカードの方ですねこれの上限金額っていうのは12万円までとなっています。 で、キャッシュといえばやっぱりオリガインペイだと思うんですが、こちらオリガインペイのキャンペーンページから持ってきました。ちょうど半分から上の部分ですね。で、ここのクレジットカード部分にまあ該当するので、キャッシュの今回のこのキャンペーンと組み合わせれば普通に使うと下に出てる通り、実質4%還元がされます。そしてキャッシュレス消費者還元のお店がフランチャイズチェーンなどの2%のお店であれば、実質6%還元。 そして、キャッシュで消費者還元のお店が中小小規模事業者の5%の場合は実質9%の還元ですね。また、キャッシュとクレジットカードなどを加えたらさらにお得に決済ができます。なので、ま、期間中にオリガインペイで決済するのも、ま、一つの方法かなというふうに思っています。まあ、そんなこんなで今回はキャッシュポイントのポイント3倍キャンペーンについて簡単ではありましたがお伝えさせていただきました。まあ、還元率的にそんなに多いというわけではないんですが、まあ、今度の3連休でどこかにお出かけする予定があったりとか、お買い物する予定があれば、ぜひ このキャッシュのキャンペーンを利用してみるのもいいのではないでしょうか。一応下の概要欄に今回のキャッシュのキャンペーンのリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。